マシマ声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら、マスターおはようございます。あれ、もうお客さんがいる。あー、サコちゃん、ちょうどよかった。早く着替えて。マスター、早く早く出ようと待ってるよ。分かってるよ、トモちゃん。ちょっと待って。一体どういう状況ですか、これ。見ればわかるでしょ。カフェドボイス名物ワンコチャーハンだよ。ワンコチャーハンって30分以内にチャーハン50皿食べきれれば食事代タダってやつですよね。挑戦してる人初めて見た。マスター、早く早くチャーハン。あー、少々お待ちくださいってば。さあ、さあ、ワンコちゃん、手伝って早く。あーい、どうぞ。お客様、次のチャーハンです。待って待って、すごいスピード。スプーンを動かす手が見えませんよ。さこちゃんは初めてだっけ。うちの常連のともちゃんが。マスター、おかわりちょうだい。もう見ての通り超大食い&早食い。すんでも、もういつもこのワンコチャーハンを注文するだよ。はい、おかわりできたよ。よし、すすげじまんまんで、あと足ちょっと離すパンと。もうそう言ってる間にもうあと一皿に。すごいすごい、あとちょっとで50皿完食ですよ。終了まで5秒前、4、3、2、1。ちょっと、やばくねえと。あー、間違った。ご飯が飲み詰まっちゃった。気をつけてくださいね、本当にね。見た目はすっごい華奢なのに。前回よりもチャーハンの量増やしたみたいだね。でも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 、そんなの関係ねえや。こんなの関係ない。あ、ちょっと、胃袋。まあでもね、私の胃袋は宇宙ですから。うざよ。あー、もうこれで今月赤字確定です。いやー、いいもの見せてもらいました。私ちょっと感動してます。いや、マスター、はいはい、これ、はい、まあいつもタダじゃ悪いからさ、ちょっと取っておいてよ。釣りはいらねえよ。じゃあな、ともちゃん、これじゃ全然足りないよ。ちくしょう。ともちゃんさん、また来てくださいね。それじゃあ今日も張り切っていこう。みそと、さわかな、ミルクとお砂糖。はい、皆さんいらっしゃいませ。カフェドボイスマスターの岩田光雄です。皆さんいらっしゃいませ。カフェドボイスウェイトレスの畑沢子です。さあ、というわけで今回もスタートいたしました。はい、イエーイ。はい、というわけでですね、ミニドラマにも出演していただきましたが、はい、改めて本日のお客様をご紹介いたしましょう。お前さ、自分の名前をさ、お前自らが邪魔するってどうよ。しかもちょっと今おつゆが俺の方に飛んできたじゃねえか。なあ、おめえのおつゆがちょっと俺の方に飛んできたじゃん。ぬるめの風とおつゆがふわー飛んできたよ。今さ、ちょっとね、あのね、すごい咳したかったんだけど、ああ、その咳するタイミングをうまく咳をするには、今、うまく咳できるか、咳しながら名前言えるか挑戦してみた。あの、はいはいはい、そういう挑戦は、あの、本番じゃないところでやってもらえますか。いや、でもさ、人が喋ってる時にさ、ガガってやるよりかは、あれだと思うにしちゃった方がいい。まあ確かにそうですけども、でもおつゆとね、風僕にバーきましたからね。さあ、それではですね、改めて、次はやでーよ。うっせーよお前、名前言わせろっていうの。改めて紹介しましょう、金田智子さんでーす。よろしくお願いします。先週に引き続きですね、はい、今回も金友にね、はい、来ていただきましたけれども、はい、今回のミニドラマ、なんと初めてですよ。ゲストさんと3人でお送りしました。はい、ご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっと、はい、早食いは本当は苦手なんですよ私。でも大食いは男、いっぱいちょっとずっと食べてるっていうのが好きで、でもどこにあるんですか。大食いとか言ってっけどさ、俺は見たんですよ、お前の番組。なんの？お前チキン食えなかったよ。あ、チキンは食えなかった。お前た自分の誕生本だけ食おうとして。そう、41本誕生。41本。そう、太もも、鶏もももね。でも、でもあのすごい本当にクリスマスとかで出るような、はい、ちゃんとしたやつだったのよ、あれ。あれはさ、うん、でかすぎる。そうそう、だからちょっとそこがね、失敗の。もうちょっとさ、せめてさ、そう、手羽にすりゃいいじゃん。手羽だった。手羽だった。手羽は手羽。まあ確かに手羽はちょっと。そうだな。でも、そう、そのね、やっぱりおじさんの、はい、
やつにすればよかったと思って。えちょっと言ってるよ今言うからね。ちゃんと言うぞ。ちゃんと言うぞ。気使ったつもりなんだったけど、だいぶここの番組全然気使わなくたっていいし、あのね、おじさんじゃ誰も伝わんないよ。俺も今ちょっとケンタッキーのことかなと思ったけど、おじさんって広すぎ、広すぎだから。ごめんごめんね。ケンタッキーも意外と食べれないですね。大丈夫、ケンタッキーはいけると。でも確かにケンタッキーはうまい。どこが好きですか、ケンタッキーの。胸。え、どこ胸？胸胸胸。一番大きいですよ、一番大きい。あー、え、サイって言われてるところ。あー。頼むから頼むから置いてかないでくれ。一緒に登ってこうぜ。わかったわかった。あれでしょ、あのボコボコって両方ともなってるやつでしょ。それ違う、それ違う、それはね、もう一つの部分。私ドラムが好きです。あーそこで、ね、どこどこ胸って胸ってさ、ちょっと待って、なんか俺が焼けど追ってるよな。あのくるってひっくり返すと、そう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 、すごい骨めっちゃ多いやつ。そうそうそう、でもこのメンバー気が合うね。だってさ、買ったらさ、みんなバラバラだから。どこがお好きなんですか。サイです、サイです、サイです。サイってあの塊の部分だろ。そう、塊。こうなってるやつだろ。あ、違う違う違う、あの大きくてギュッて、大きくてモコってなってるやつ。これじゃない、ギュッと詰まってるやつですよね。ギュッと詰まってるやつ。だからあの大きいやつ2つあるじゃん。ケンタッキーフライドチキンって、うん、軟骨じゃないです。あのね、俺軟骨かなと思った。違う違う、ドラムと、うん、ドラムでもとドラムみたいなのあるじゃん。それから、あの、いっぱい骨があるやつあるでしょ。それから、なんかちっちゃいやつあるじゃん。ちっちゃくて、ピッて割ると、一個こうクックってなってるやつ。クの字になるやつ。手羽、うん、手羽。そう、それ、それ、うん、それ、それと、うん、あと、私が好きなやつと、それから、あと、もう一個、すごい、あの、ひし形みたいなささみっていうやつがあるじゃん。あー、それやったから最後の。2種類もあったんだ。え？知らないの？食べたまに俺ショック。どうやりますよ。何を言ってるんですか。ケンタッキーは形が重要なんです。そうです。俺絶対3種類かと思ってた。違う違う、だからその私が好きなところは大きいから、だいたいドラムか、うん、そのクックってなっててちっちゃいやつかと組み合わせで、同じやつは組み合わせ決まってるんです。そうなんだよね、うん、そうなんだよね。あれよっぽどあの言わない限り、あのバラバラに入れられる、うん、だから私はでもそこがあればいいんです。サイって言われてる部分。そうか、うん、でもさ、だからそのくらいの大きさにしときゃ、まあ、41はいけたんちゃうの。そうだから、ね、大きさがちょっと大きすぎたんですよね。待ってください、何本ぐらい食べられたの。あのね、あのコストコの6本入りのチキンなんだよね、うんうん。コストコの、だからすっごい大きいやつ。なんかテーマパークとかで食べるような、いわゆるアメリカナイズされた大きさ。そう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 、無理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 。すごい惜しかった。33時間ぐらいかかっちゃった。33時間ぐらいかかっちゃった。え、食べたんですか。でも食べたよ。すごい。え、食べたは食べたよ。24時間でクリアできなかっただけで。そうそうそう、すごいね。すごい大食いは大食いなんですよ。チキン大好きなの、ね、チキン。だからもう油、もうチキンで油すごい好き。ちょっと待って、ね、ちょっと申し訳ないけど、はい、その話はまた続きはね、まだね、オープニングで8分使っちゃってるんですよ。知らなかったね。辛さん、まだちょっと改善させてくださいね。ね。さあ、それではそろそろ参りましょう。みつおとさわこのミルクとお砂糖は本日も開店します。はい。みつおとさわこのミルクとお砂糖は、はい、お送りしております。三尾と沢子のミルクとお砂糖は、本日のお客様金田智子さんをお迎えしてお送りしております。はい、よろしくお願いします。俺が言ってから言ってくれるかな。先に出ないで。改めて本日はよろしくお願いします。お願いします。はい。いやー、しかしですね、うん、まあ、前回はですね、うん、非常に大盛り上がりでね、はい、盛り上がりましたね。なんでしょうね。でも距離にするとですね、うん、本来だったらあのくらいの1時間だと4キロ進めるところを、200メートルぐらいしか行けなかったんじゃないかぐらいのね。だけどそれで下がっちゃったね、5歩ぐらいで。あ、また下がってしまった。下がっちゃったねえ、はい、本当にね。さあ、何、どうした、どこで何が痛かった、何が痛いの。自分の椅子で自分の足を踏みました。あのさ、おめえさ、おめえうるせえよ。尻尾をかけてる犬みたいですよね。そうだよね、尻尾をかけてる犬のようですよ。大丈夫、もう大丈夫、大丈夫。こうやってね、うん、背もたれに浮き上がったら椅子が浮いて、うん、浮いて、それで自分の足を踏みました。本当にどこまでバカなんでしょうかね。まあそこが君の君たるゆえんですかね。さあ、前回はですね、金田智子さんの最近のバラエティ番組の形についてね、いろいろ伺ってまいりましたが、今回もですね、金友にいろいろとお聞きしていきたいと思います。ね、旦那さん、
ね、うん、森さんの趣味が、うん、ハロソン、はい、ロッククライミング、はい、野球などなど、かなりのスポーツマンということですが、はい、いやこれはお前夫婦だから、うん、やっぱり付き合っていくわけ。いやだからそうですね、だからあの私年末にあのそのフルマラソン3時間あ3ヶ月で4時間切ろうっていうフルマラソンを、うん、サブ4ってやつですね。サブ4ってやつなんだけど、うん、それをまあ岩田さんが私のバーターでナレーションやってくれたんですよ。ありがとうございます。あとおかげで僕ナレーションやることができました。バーター最高。触れないでおきます。バカ野郎。だからあの全部してます。そうでしょ。 それをやった時に、ね、はい、あの一応なんで付き合ってもらって走ってもらったりして、ご一緒にされたんですね。じゃああのサブ4の番組の裏では、うん、彼がお家でちょっと夜とか一人でほら仕事が車ある時とかは夜走ってきてないけど、うん、夜一人で走るの怖いから一緒に走ってもらったりとか、うん、その番組、まあ、E テレでね、うん、放送されたんだけども全はあれ何回だ6回や9回あそうでね、あの仕事最初に出て9回とかだったような気がする。でその8回かけて、うん、その最後はねフルマラソン本当走ってゴールするまではやるんだけれども、うんうん、もうねこいつだよ、ガチだよこいつで、こんな華奢な、そうでこんなアホキャラなのに感動してる俺やるの。なんか胸に来るものが、いや大変だったのよ。本当に頑張り屋さんだったのよこいつ。本当大変だった。なんかやっぱりすごく日本でもすごい1位2位を争うぐらいあのすごい大変なコースっていう高橋尚子さんに言われて、これねそれだけ言うと全然わかんないでしょ、うん、そのねサブ4を、ね、8回かけて、うん、じゃあ何をするかっていうと、うん、まあ、にあのフルマラソンを走り切るんだけれども、うん、出るっていうこと、その大会が半端じゃない大会だった。揖斐川マラソンというほとんどね山の中を行って帰ってくるようなそういうコースで、よくできました。おめえが足りねえんだよ。むかつくー、こいつに言われるとむかつくー。やったバーター、見ろ立派なバーターだろお前。こういうバーターをつけろいつも。わかりました。それであのそのね、あのコーチ、金コーチっていうすごいコーチがいるんだけど、うん、そのコーチが最後、まあ、最後大会までの3週間ぐらいはもうなんかあのメニューを決めていただいて、うん、それをあの自分でこなして、もう大会まで金コーチに会えないっていう状態だった。そういうことだったんだね。うん、そう。だからその間をずっとその旦那さんのことを、あのいつも渡るくんって言ってんだけど、うん、金コーチ、金コーチってずっと金コーチって呼んで、金コーチ、金コーチってずっと名前が変わっちゃった。そう呼んで、次、ね、大会に向けて一緒に頑張った。だんだん俺金さんじゃねえんだけどなみたいなね。金コーチ、そっか、金コーチ、金コーチって言ったら金コーチってお寺さんかと思っちゃうよ。なんかでもそう、確かありそうですよね。ありそうだよな金コーチってな。そう、それで教えてまで、でも大会当日は、うん、なんかでもいろいろまあちょっとやっぱりいろいろあって、 あのまあオンエアではその、うん、キュッてなってるけど、いろいろあって、いやそりゃいろいろあんだろう。そうなの、体調だって壊すだろうし、ね、あのね、怪我だってすんだろお前。そうそう、それがまさにそうで、あの前、うん、その何だっけ、前の日にすごいなんかそのカーボトレーニングだっけな、なんかちょっとそうだ、ラブローリング、うんうん、あ、ローリングストーンじゃないよね。それいらない、それいらない。焚き火それるな、今いい話だから。カーボローリングストーンの話がするな。ローリングっていうやつがあって、うん、それでそのあのカーボローディングは1日前に食べた食事が次の日のエネルギーになるんで、そこを計算していわゆる炭水化物をしっかり取りましょうっていう、その調整の食事の仕方なんだけども、前の日にいっぱい食べていいって言われたの。でいつもの、まあ、だから2倍とか3倍とか。ちょっと待ってお前食べ過ぎだろお前。3倍食うなよ。いやでも食べていいって本当に言われたんだけど。いやそれはだからそれいいよ、食べていいよって言ったの。3倍食っちゃダメだろ。だけどそれで、うん、いつもも結構あるから、はいはい、その3倍がめっちゃ多くて量が、なんか当日走る前もうお腹いっぱいでなんかお前自業自得だよ。それでなんかちょっとそれなんか途中ゼリーとか食べるのね、あのそのなんていうの、走ってる途中でエネルギーが切れるからで、いやもうゼリーちょっともうお腹いっぱいすぎて入れないですけどって言って、でゼリー食べるし水飲むから腰になんかそのさ、あのマイクつけてるのが食い込んできて、もうすごい大変で、なんか結構予想外のさそういうこととかがあって、お前自業自得だって。あるのよ。そう、
それでなんか、でもこれはマネージャーの責任じゃないんだけど、当日雨だったんでね。そう。雨は辛そう。それで、ちょっとなんか、揖斐川マラソンって結構道が細くて、はい、だから、結構ね、追い越しとかしたら危ないから、まあ最初のうちは結構、こうばらけるまでゆっくり、こう、そのレッスンで走りましょうみたいな感じなのね。そうしたら、その、水たまりとかあって、そう、それで、列に沿って走ってるから、ちょっと避けれなくて、はい、左足だけ水たまりに入っちゃったの。そしたら、ハーフぐらいが終わって、ちょっと行ったぐらいの時に、うん、なんか、あれ？なんか石入ってんのかなと思ったら、うん、それが、なんか、豆で、血ぶくれみたいになっちゃって、だからすごい腰が痛くなっちゃって、そう、だからそういう、その、ハプニングがあったり、あと、だからもう、本当に、なんか結構、その足も痛いし、はい、なんか一応、足、膝が痛くなるのが怖いなと思ってたら、まあ、膝もちょっとは痛いけど、それより足が痛いから、足の裏の方が、血まめの方が、血ぶくれが。それで、だから、ちょっと、こう、足の方にスプレーかけて、ちょっと血ぶくれの方を、ちょっと、なんつうのかな、ま、なんかこう、考えないです。血ぶくれというのは血まめのことだと思うんですね。血まめ。一応、フォローする。まあ、まあ、ニュースで十分伝わると思うんですけど、一応、血まめのことだと思う。血まめで、はい、麻痺させようとか思って、忘れるじゃん。なんかちょっと、気休めに、膝にやったりとか、そういう風にしたりして、それで本当に、なんか、もう頭が朦朧としてくるのに辛くなると。それで、前に大会出た時に、ランションって言って、走りながらおしっこするっていう、そういうのがあるんだけど、ランションっていうの、それを。まあ、何年も言うのもあれなんですけど、なんか、ランション。ランションっていうの、ランションっていうの、そうそうそう。それで、ランションマットみたいなね。そう、ランションマットみたいな。そうそう、ランションっていうんだけど、それを、前は、ちょっともう、時間ないからおしっこしちゃおうと思って意識して、ライションした子だったんだけど、はい、なんか、この間はあまりに頭が朦朧としてきたから、はい、あれなんか温かいものがなんか出てると思って。それはつまりナチュラルランションしたんだ。すぐ、漏らしちゃったよ。あれ、ただの、おむらし。ライションも意識するんだけど、ただのおむらし。履いてるんですか？おむつ的なもの。おむつは履いてません。うん、もう本当にタイツだけです。だから。垂れ流し。垂れ流し、そう。だから、まあ、そうですね、おもらししちゃったし。でも、そのぐらいきつかったっていう話、もう一度言いますが、彼女は41歳です。はい、前ね、ご高校生が最後のおもらしだったんですけど、私。これで？そう、おもらししたのが最後が41歳だったの。高校だから17、18の時に最後のおもらしをしてから。そうそう、その時はトイレ行きたかったんだけど、あまりに眠くて、眠さの方が勝って、そうしたらトイレが夢に出てきて、うん、ああ、私頑張ってトイレまで歩いてきたんだと思ってしちゃったら、おもらししちゃったっていうのが最後のおもらしだったのに、なんか更新されて、最後のおもらしが今41歳。41歳だから。新たな新記録が出ちゃいました。はい、みんな大往生したら、ある程度絶対更新されますからね。一体最後のおもらしいつですか？俺はね、運もらしを結構な、俺40過ぎてからやったことあるよ。じゃあ、まず、全然、運もらしなんて、もう、あれだよ。大変だよ、運もらしの方が。運もらしの方がまずいじゃん。だろ？大変なんだよ。どうしたんですか、その時。聞く？聞きたい。聞くか。聞きたい。俺な、ラジオ大阪の仕事だな、うん。大阪行ってて、うん、帰りの新幹線。うん、で、俺、正直、お腹ってそんなに強くない人間なんだよ。うんうんうん、だから、よくね、ヘなのかクソなのか分かんない時ってあるじゃない。あれ一か八かだそうそうそう。俺は一か八かで。出てみないと分からないみたいな。その一か八かで負ける時が結構あるんだよ。でもそれ言ったら私なんか、それを数に数えたら私だってあるよ。あるね。それがだから新幹線のな、帰りのさ、俺の話だよ、聞けよお前。俺の、持っていくなお前。な、新幹線でうとうとしちゃったわけ。あったかくて気持ちいいなと思って。で、あ、ちょっと部屋が出そうと思って。まあ、いっか、そんなに混んでねえからと思って、部屋で、って言ったら、なんか、ニュンっていうか、ニュンって、あ、これはやばいと思って、もうすっごい静かで、バーッとって。バーだってこれ以上は進めねえぞってバーだってちょっと緩めてでよかったなと思ったら、そう、日帰りじゃなくて泊まりだったから、使い古しのパンツがあったの。それを何気なくな、なんか探すのかなみたいな感じで、さーっと使い古しのパンツをパッと入れて、で急いで取りに行って、で確認っつったら NO! っていうの。あ、でもそれが、あ、そうか、それがおもらし
子だと考えたら結構そうだね、うん、ありますよね、そういうのはね。だから、ね、私が言ってるのはもう全部出すっていうことだ、うん、出し切るやつがおむなしだと思うな。それだなって思ったんだけど、俺ちょっと運もなしで出し切るシチュエーションなかなかないやな。でもえそれだったら、だからまあでも私でもさ、トイレ行くと私も必ずいいのかなこの話、トイレ行くと必ず、チェックしちゃうんだけど、なんか、うん、あの自分がから生まれた子供を子供というかそのうんこ、ね、うんこのね、普通でしょチェックするのは。本当に健康のバロメーターですから。そうだよね、それは確認しないとダメですよ、うんこは。本当にコーンって消化に悪いんだけど。いや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 金田さん、コーンもそうだけども、俺はトップはね、何、えのき。えのき、えのきですよ。え、うざい、えのき、えのき、今度もえのき食ってみよ、お前。ちょっと待って、あのな、完全にうちのさおこちゃんが引いてる。完全に多分リスナーも、リスナーも半分引いてる。そうだよ、そうだよ、これ言ってもらダメでしょ、だったらちょっと申し訳ないよね。えのき食べてる人だったらまずいよね。まあ、コーンだと多いよ。コーンの方がどっちかって多いよ、お前。いいか、はい、えのきだから。え、そうなの、分かった。じゃあちょっとえのき今度ちょっと危ない、ちょっとすごいネタぶち込めそうだね。ちょっとこれは低くと思うから、うん、このネタはやめとく。分かった、うん、でもまあそうだよね、サボコちゃんが完全に引き気味だからねえねえ、一番最後におむらししたのね。子供の頃からお菓子が大好きということですが、最近ハマってるお菓子はありますか、ね、お菓子好きなんだよね。あ、お菓子すごい好き。お前存在な意見すんなよ、お前ちゃんと話乗ってようぜ。いや、聞きたかっただろう。興味あっただろう。でもお菓子すごい好きです。お菓子か、え、お前どっちかっていうと、うん、お菓子には大きく分けるとしょっぱいのと甘いのがあるじゃない。もう永遠にですね、しょっぱいの甘いの、しょっぱいの、そう、両方好きなんだ。しょっぱいの食べて甘いの食べて、しょっぱいの食べて甘いの、そう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 、いつやめたらいいかがわからないっていう。お前のさ、え、最高の組み合わせって何、しょっぱい甘い。俺はね、うん、やっぱりね、せんべいがあるじゃん、うんうん、せんべいと、うん、あとね、あの大福、もうそれと間に濃いお茶、これがあったらもう日本人ですね。日本人だよ。あ、日本人だな。 お前俺の何人だと思った。岩田日本人で、岩田三丁だし、二丁人だった。二丁人ってなんだよ。俺はどんな二つの超人なんだって話だ、お前。まあでも私は大体いつもフルセットっていうのが決まってるんですけど。あ、来たお前のフルセット。まず、まあ、スナック菓子系、スナック菓子、スナック、クッキー、うん、クッキー、チョコ、うん、甘いのしょっぱい系っていうアイス、そのフルセットがあるんだけど。甘いののしょっぱいアイスってどんな感じのもの？よ、あ、違う違う、アイスのしょっぱいのと、あ、しょっぱい系とアイスは違うの。説明していくと、スナックは、うん、まあ、ポテトチップとかそういうの。ポテチだよな、ポテトチップ。そうでしょ、うん、で、クッキーとチョコは、お金がないときは、クッキーとチョクが一緒になってるやつ。例えば、キットカットとか、そうそうそう、キットカットとか、アルフォートとか、そういうやつにすることがあるんだけど、お金があるときは、クッキーとチョコで分けるわけ。分けるんだ。チョコはもう本当に、いろいろ出すとか、そういうやつにして。で、クッキー、チョコ。甘いのっていうのはシュークリームとか、そういう。あ、洋菓子みたいな。甘いパンとか、甘いパン。で、しょっぱい系っていうのは肉まんとか、しょっぱいパン。あ、肉まんいっちゃうんだ。肉まんとかしょっぱい。そうそうそう、そういうしょっぱいもん。なんかね、うん、あのね、硬いものばっかカリ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 噛んでると、柔らかいものが食べたくなるんだよ、なんか。ああ、そうだわ。わかる。で、その時をで、その時を。なるほど、ね。で、最後、アイス。アイス。で、アイスも、本当は2種類あったら最高なんだけど、シャーベット系と、ちょっとミルキーチックな感じ系が。アイスキャンディーと、アイスクリームに分けて。そうそうそう。それに、うん、まあ、お茶だったり、うん、まあ、ポテトチップだったらなんかちょっとコーラとか飲みたくなっちゃったりもするし、だからそういう、若いなお前だ、そう、そういう系、シュワシュワ系、シュワシュワ系、うん、そういうやつ。でもお前これさ、フルセットやったらさ、うん、全部食べるんですか？相当なカロリーだぞお前。結構食べるわ、毎日日課はお菓子食べるから。それでお前、あ、走ってるから、走ってるからだ。だって正直ね、うん、あの皆さんにはお伝えできないんですけれども、前会った金田智子よりも明らかに今回痩せて絞ってるんですよ。すごいでしょ。あとね、便秘しないのよ私。だからさっきのトイレの話じゃないけど、うんもれ状態な。結構そう。そうじゃないよ。結構ね、あのね、なんだろう、あの、じゃじゃ、あの様式だと、うん、
お食事中の方すいませんって感じなんだけど、うん、洋式だとそうなんつうのかな、うん、あのこうくにゅってなっちゃうぐらい一気に長いのが出るっていう、くにゅってなんかわかる、くにゅって俺ね、くにゅどころじゃない俺は昔その洋式便所のこの R に沿ってうまく出たら、あの巻きぐそができたすごいね、すごいソフトクリームみたいになったの、綺麗に巻きぐそだった、2巻き半ぐらいの2巻き半ぐらいの巻きぐそができて、思わず妻にちょっと来いちょっと来いって報告したもん俺。いやでも分かる、ね、嬉しいんだよ、嬉しかった、綺麗だった、切れない時ってあのリンゴの皮むきじゃないけど、ほんと切りたくないからそうそうそう頑張って立つもん、うん、ほんと、なんか切れちゃうじゃん、あんまりあの座ってると、うん、だから立ってあのそう、あんまりこう、うんちさんに、お前も相当バカだな、うんちさんに、うん、そのなんていうのか、あんまりそう、なんていうのかな、障害を与えないようにしてあげるというか、できればそう、あるものの姿のままちゃんと出し切りたいっていう、ほんと小さい子みたいに本当にそう、なんか浮かせるの、その時に、うん、ごめん、お前の方が愛情ある、わかる、お前の方が愛情ある、うん、俺ごめん、そこまでの愛情なかった、うんこに対して立ち上がるまでいかなかったわ、いや私も立ち上がります、悔しいなだってもうかわいそうじゃん、なんか途中で切れたら痛いだろうなって思うじゃん、それは痛くはねえけどな、でもまあそこまでの気持ちは俺は分からんでも、わかります、うん、あと便器のな、和式の時の綺麗に長い一本串が出た時も、もうすごい2、3度ぐらい振りが変わる、もう俺なんかシャメ取ろうかと思うぐらいだよ、綺麗に最後のこのフンっていうのフンっていうのかな、わかる、もういいのかよ、ちょっと待って、ちょっと来ないでよ、アニマルセンターバカの集まりみてえじゃねえか、お前ないよこの話、でも本当にわかる、ダメだアニマルセンターテイメント、本当にでも本当にわかる、その気持ち、ダメ、うん、全人類すべてが経験するようなことですからね、そういうことって言わないだけで多分みんなうんうんってうなずけることだと思う、でもあの沢子ちゃんは乗らなくていい、これは乗らなくていい、うん、そうね、まあでもお前はほんとすごいな、そうすごい、それを食べて、うん、それがまあ割とちょっとフルでこう嬉しいメニューですね、まあね、ポテチでしょ、うん、チョコでしょ、うん、あとシュークリームでしょ、うん、肉まんアイスとかにいろいろあるけれども、うんうん、この中でさ一番、うん、例えば、うん、おすすめのなんか種類とかある、例えば聞きたいです、私 もシュークリームなら何でもいいとかじゃなくてさ、うん、生クリーム系が好きなの、あれか、じゃああれか、カスタードと生が両方入ってるやつ、うん、カスタードよりも生クリームが好きな、じゃあカスタードもいらねえってやつだ、生できれば生シューできない、生クリームがすごい好きな、うまい、で生クリームのチューブのやつをそのまま買ってチューチューして、うん、バブーバブーっつってひっくり返りながら、バブーかどうかな、お前いくつだお前よ、それは俺の売ってけねえ、いやバブーは許せねえよお前、いや私は本当に寝ながらこう、うん、飲み物飲むとかがすごい好きなのよ、だから赤ちゃんの頃って幸せだったなって思うんだけど、全く記憶ないから、どんな昔の太鼓だお前、哺乳瓶とかで飲むのが好きってことです、そうだからどんなプレーだよお前、だからゼリーとかが好きで結構今日も持ってるんだけど、お前旦那がどんなお前趣味なのかだんだん分かってきたぞ、こういう旦那様関係ないですよ、こういうゼリーは寝ながらでもこう飲めるからすごい、ちょっと待って、あのさ、こんなゼリーはって言うとみんなね、どんなゼリー思うでしょ、アミノバイタルだよアスリートじゃん、ビッグスタンドみたいな、完全な、しかもビッグサイズですよアスリートだよお前、クイックスタートって書いてある、速攻性エネルギーアミノさんじゃねえかお前、どんだけお前はアスリートなんだよお前、すごい働く人のバブーバブーながらどんなものが出てくるんだよアミノバイタルだよ、かっこいいな、彼を取っていただけるだけで、お前のそのなんだろうな、いい感じのこのな、一緒にこういる感じが面白いな、アスリートのお前と甘えたお前がこういるっていう感じだな、そうそう、感じながら食べるとかいうのが好きなの、面白いな、はい、本当にな、うん、ああ台本に書いてある、思い出しちゃった、あそっか、あれだ、そうや、先週の宿題、クロマニオン、そうクロマニオン、クロマニオンね、得意料理はクロマニオンっていう創作料理、わかるでしょ、これさ、これどう見てもさ、なんかダメなジオラマみたいな、違う違う、タコさんウインナーに見えるんだよ、違う、これはクロマニオン人ですから、そこにいるのはクロマニオン人、ハニワ的な、いやハニワじゃない、クロマニオン人、じゃちょっと今いいや、じゃクロマニオンにしよう、うん、クロマニオンがこういる大地は、うん、クロマニオンの大地、うん、それは何、クロマニオン、
堂々め今ねこういうのを堂々巡りっつうのぞ俺がああごめんちゃんと言うでも選挙の時必要なんでしょ選挙それは、うん、あのちょっと話し始めると違うところでたくさんなっちゃうからね、はいはいはい、いや選挙の話もいいんだけれども、うん、俺が言いたいのは、うん、これ食べ物だよ、ね、食べ物でしょだからクロマニョンの大地とクロマニョン人とそう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 名称はいいの名称はいいのんこれウインナーそうだからウインナーサワコちゃん、うん、そうそうだから俺が言いたいのは、うん、今からそこを切り込もうと思ってたの待ってすごく嫌なことに気づいてしまった 何かなもしかしてこの、うん、なんか、ええ、タコさんウインナーみたいなやつじゃなくって、うん、この下のなんか白ってふわふわしたものが黒マニョンなんですそうですそうですそうです黒マニョンがこれだから黒マニョンの第一なんですこれがですよ。クロマニョン人はおまけですよ。そうなんです。そうなんです。そうです。それがこれはだいたい3クロマニョンぐらいです。どういうこと？これが行きたいとかおっしゃってたんですね。そうです。これがクロマニョンです。下が何？え結局何？ちょっと待って。先に行っちゃってて俺置いてきぼりです。そうそうです。する。このなんかタッパーに入っているこの白いなんか敷いてあるものわかります？これが大地でしょ？それがクロマニョンです。大地。そうクロマニョン大事でしょクロマニョンですこれはクロマニョンこれは多分タコさんウインナーなんですよそうねタコさんじゃなくてクロマニョン人そう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 いうことそういうこと料理としてはこれが料理なんですよねそういうことそういうことだからクロマニョン人はつけ足しなんかあのつけシチューみたいでしょ、うん、あのいわゆるお惣菜みたいなもんなんでしょ お惣菜あしょっぱいですしょっぱいしょっぱい、そういうことじゃないんだけどそういうことじゃないそういうことじゃないまあ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 まず一つ一ついこうクロマニョンの第一はこれ何でできてるの食材小麦粉とか小麦粉が小麦粉とか、ええ、いろいろもう家にあるあり合わせのものでいいほらよくさ女子力高い人は家にあるあり合わせのものでさちゃ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 って作れるって言うじゃんシャーハンじゃないんですか私はいい女ぶるなお前何女子力上がる私はこう見えて女子力高い女の子私はいつでも冷蔵庫にようとしてるの腹立ついやでも冷蔵庫にあるものでいつでも作れるよクロマニョンつってちゃかちゃかって別にあのこの材料これじゃなきゃいけないっていうのがあってもう小麦粉さえあれば私は小麦粉と水さえあればちょっと待ってなんでお前さ 今のこの瞬間だけ若干お前リカコみたいな顔になってる腹立つわーでもさちょっといい女ぶって今家にあるものでリカコぶるなよみたいな作れるよみたいな全然素敵じゃないんですけどちょっと前々まあいろんな確かに食材はいろいろあるし、はい、その場で、まあね、できるのがクロマニオンだとするけれども、うん、じゃあ例えばこの今映っているクロマニオンの大地は何でできるの、ねうん、シーフードとネギとチーズがちょっと入ってますねあでもなんか美味しいちょっと待ってまた主語がないよ主菜がないそれを小麦粉小麦粉うん小麦粉それを小麦粉ちょっと待って小麦粉を小麦粉を溶かすの水で溶かしてそう水で溶かしてだからそのクロマニョンのナンクロマニョンに合わせて水で溶かしてそういうことじゃないんだあーイカ焼きみたいなもんじゃないですかそういうことかなイカ焼きじゃないクロマニョン違うわかるわかるわかるクロマニョンでごめんねほんとごめんちょクロマニョンでの NG ワード、ね、お好み焼きもんじゃ、うん、イカ焼きそれもダメですそれは NG ワードですあごめんなさいクロマニョンはクロマニョンなんですみんなもんじゃでしょとか言うけど違うんです違うんですねじゃあ違う NG ワードですじゃあ逆に聞きたい、うん、金友、はい、お前がそこまで NG ワードと言うからには、うん、独特の作り方があるわけだよねありますそう聞かせてもらおうじゃないですか今の、ね、小麦粉、うんね、シーフード、うん、あとなんだあでもね最近はブームなのはニラマニョンってニラ入れるの好き、はいはい、チヂミじゃないですかチヂミも NG ワードですNG ワードだからそこを俺たちがお前のオリジナルだと言い張る作り方を教えてくれよええじゃねえよねえねえ NG ワードって言うってことは意識してるってことになっちゃうから言わないでよそれ言ってみろよいやだからありますよあのだからそれは、はいあれですよ あのまあちょっとあの片栗粉とかもちょっと入れたら美味しくなったんで完全に違う違う違うのだしは入れちゃってなだしは入れますイカ焼きじゃないですイカ焼きじゃないはっきり言うぞ違うはっきり言うぞお前はもう俺も関東人だけど、うん、うちのサワコは生粋の大阪人だからな粉物強いぞ違うプライド持ってるぞ違う作り方が全然違うあじゃあでも教えてもらうじゃないかちょっとお前の作り方私はイカ焼き作れますからねだからあれでしょあれ、
鍋あり、鍋じゃない、フライパンでまず作ります。はい、フライパン、フライパンで、はい、フライパンで、はい、その、ネギとか、はい、そのシーフードとかちょっと炒める。まず炒めるの。炒めるの。それは違うでしょ。違う。確かに違う。それで、うん、まあ、水をちょっと入れます。そう、水入れる。はい、水入れます、入れます。え、ちょっと、うん、え、煮込む？まあ、先に、うん、ちょっと、その何マニョンっていう、サンニャ、クロマニョンとかいうときは、うん、先にちょっと、あの別のボールで作ってもいいんですけど、マニオン、マニオンね、先にね、うん、ま、マニオンの話はいいんだよ、まあ、大地で話、あ、違う違う、マニオンじゃない、あ、うん、クロマニオンで大地だよ、今の話、あ、ごめんなさい、そうそう、マニオン、そうそう、大地、そうそう、だから先に何クロマニオンでも決めたい時とか味をブレさせたくない時はちょっと他ののボールに入れて作ってもいいんだけど、味をブレさせたくないそうそう、はいはい、ね、当たり外れがちょっとまだあるね、こ、あの味にまばらがまだあるから、あ、結構そうそう、そうなんだ、だから先週、そう、先週のその今田さんの時はもう大ヒットだったんだけど、まだ旦那さん曰く3割バッターだって私言われてるんで、ってことは3回に2回は失敗するってことだな、あ、違うな、半々って言われたかな、あ、どっちの方があれですか、あ、10回のうち3回が成功ってことでした、それ3割バッターですね、まあ、じゃあ私3割バッターぐらいなんですけど、はい、今3割バッターって言いましたけど、そうです、そうです、それで、はい、なんだっけ、水入れて、はい、出汁入れて、出汁入れて、で、ダマにならないように、はい、ちょっとこう小麦粉をこう水で溶いて、はい、それにマニョンに足す、あのそのフライパンに入れて、はいはいはい、で、なんかこう白雪姫の悪いおばあさんがグツ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 毒を作ってる時な感じ、こう、はいはいはい、とても食事を作る人の発言がない、くるくる回す、毒を入れるね、はいはい、ちょっとフライパンですよね、フライパンにする、で、そのマニョンを浅いところの泉をこう、そうそうそう、で、黒マニョンをその小麦粉の量で調整させて、はい、それで塩コショウ味付け、醤油味付けて、うん、それでチーズとか入れて、それでクロマニョンの大地が出来上がるんですよ。へえ、なんだろうな、なんかね、シチューみたいですね、シチューでもちょっと違うよね、なんかね、アフリカの原住民の人たちが、だから言ってんじゃん、クロマニョンが食べてそうな、そっからか、クロマニョンってだから言ってんじゃん、だってつながったでしょ、多分そこの方って小麦粉食べないそういう芋で作ればいいんですか、芋で、芋じゃない、でもね、クロマニョンも徐々に進化してってる、そうですか、一クロマニョンのその水みたいな時には、はい、チャーハンに、チャーハンも入れちゃう、チャーハンにクロマニョンかけてあんかけクロマニョンっていうのを作ったり、ちょっと美味しそう、結構進化させてるんですよ、はいはいはい、要は今気がつきました、その発言で、うん、何ですか、お前が作る料理の総称をクロマニオンっていうのかな、違います、違います、そうじゃない、そうじゃない、俺綺麗にまとまったつもりだったのに、全然違う、まとまんねえよ俺、全然私は分かっていない、すいません、まだまだ、すごい先輩ごめんなさい、俺まだ後輩としてもそうです、だからとにかくクロマニオンはそういうものです、今度今もうまとめられちゃった、今そうだ、だってクロマニョンそういう料理で、でもちょっとクロマニョンみたい、進化してるってこと、はい、のクロマニョン、あんかけクロマニョンは進化して、クロマニョンがもっと進化してたり、なるほど、今度ね作りたいなと思ってるのが、あ、聞きたいっす、クロマニョンコロッケ中にクロマニョンを畳にして、それこそやっぱりポテトにした方がいいんじゃないですか、小麦粉やめて、そうだよ、小麦粉じゃなくて炭水化物が好きなんだろ、そしたら山芋目に入れる、山芋原住民の方ね、召し上がってないでしょ、でもなんか結構固めにしたらいけんじゃないかなと思って、あ、だからクロマニョンを固めにしたのをこう丸くしてパン粉と、あと小麦粉とパン粉で揚げてみるって言ったら、結構クロマニョンライスコロッケってあるじゃん、はいはいはい、クロマニョンコロッケみたいな感じになるわけよ、中に、そろそろみんながこうキョトーンとする人たちがだんだん増えてきてる将来の夢が、まだ語りますか、最後ね、将来の聞きたいです、まあクロマニョンの店も出したいと思っていて、まあ、アザブ十番あたりの、お前さ、アザブ十番なめんなよ、おしゃれなところに、それで、まあ、私の好きな、うん、その縄文時代すごい好きなんで、はいはいはい、その丸ごとかじるチキンとか、クロマニョンのそれを、はい、料理を出したり、そういう風にちょっと縄文時期な感じで、衣装もこう店員さんはそのなんかちょっと昔のこう感じの、あのね、多分ですね、ちょっとごめんなさい、ちょっとまたすみません、話の腰折るようですけど、うん、多分ね、縄文時代が好きじゃないんですよ、何、初め人間ギャートルズが好きなんだと思うんですよ、いや違う、そうじゃない、ね、縄文時代が好きなの、だって縄文時代多分お肉食べないもん、でもいいの、縄文時代は覚えることが少なかったから、すごく唯一いい成績が取れる科目なの、好きなの。
撮りましたね。私も98点ぐらい撮りました。そういうことか。でもね、あれも作りたいの。縄文式土器とかそういうことか。そう、あとね、あの、うん、黒マン。ちょっと待って、ギリギリです。大丈夫ですか？それでしょ。大丈夫ですか。まあ大丈夫です。僕はちょっと見てる。黒マンニョンマンっていうのを作りたい。黒マニョンマンっていうのが。もう一度お願いします。黒マニョンマンっていうのを作りたくて。黒マニョンマン、まあ、肉まんの中に肉が普通入ってるけど、はい、黒マニョンが肉まんの中に入ってて、それででもそれだとさ、炭水温炭水になるの。大丈夫、焼きそばバーだね。どうじゃ炭水化物。しかもまだ焼きそばならさ、形状が違うからいいけど、いいの、どう見ても似たような似たような二層人だけど。いいの、それにあのね、黒マニョン人が刺さってるっていう。刺さるの、やっぱり顔を出してるっていう、そういう黒マニョンマンっていうのを将来出したいの。ウィンナーじゃないけど、ウィンナーみたいな黒マニョン人が、あの顔を出してる。顔出してる。あ、はあ、そういうのを将来出せたらなって思って。いや、これはね、いろいろ夢があるんです。出してほしいですね、うん、お店をね。はい、岩田さん来てください。いか、はい、行きますよ。あの、浅間中盤高いお店多いですけど、あの、私の作る黒マニョンのお店は割と低価格で作れるから、リーズナブルで、あの、提供できると思います。そうですか。はい。あ、楽しみだな。さあ、じゃあですね、はいはい、そろそろですね、本日のメニューからね、はい、を選びたいと思います。あ、メールも来てる。メール来てる。じゃあ、メール行っちゃおうぜ。メール読もうよ。こちらですね、うん、ラジオネーム、ウルティメイトさんでございますね。はい、はい。三尾さん、サボ子ちゃん、ゲストの金田智子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近よく金田さんをテレビで見かけますが、うん、底抜けの明るさにいつも大爆笑、うん、ありがとうございます。元気をもらってます。自分は落ち込みやすい性格なので、はい、うん、金田さんの明るさが羨ましいです。金田さんでも落ち込むことってあるのでしょうか。はい、皆さんは落ち込んだ時にどう気持ちを切り替えていますかと。あ、なるほど。どうですか、落ち込まれますか。そうですね、でもまあ失敗が多いんで、あーって思うことは多いです。あ、失敗多いね。そうですか。例えばどんな失敗ですか、君の具体的に言うと。だからもういろいろですよ。もう最近でやっちまったなっていう失敗、記憶に残ってる、やっちまったきっかけの何かありますか、失敗は。記憶に残ってる失敗、はい、マスクをつけて、はい、マスクすごい一年中つけてるんですけど、はい、よくマスクがもう体の一部になってて、マスクつけてることに違和感がなくなってんの、体が。だからマスクをちょっとここの顎のところにこう下ろすときあるでしょ。それでマスクって探してもう見当たらないから、新しいマスクをもう一個つけちゃうってことがよくあったんだけど。二段マスクですね。そう、よくあったの。それは昔もあったんだけど、この間その化粧品を買いに行ったときに、はい、あのマスクをつけてて、それでやっぱりこの化粧品新発売なんですよみたいな感じで、はい、その行って、その化粧水が、はい、化粧水って結構緩いから、こう手で、あー、これじゃバーってつけなきゃいけないみたいな感じになるじゃん。なんかなるじゃん。それから化粧水つけるのが苦手なの、基本。だけどそのなんか化粧水はちょっとだけこう、あの、とろみがあって、あ、はい、だから、あ、これいいですねみたいな、試しにつけてみます、すごいいいですよって言われて、うん、あ、じゃあちょっとってつけて、あ、ってやったらマスクの上からつけちゃった。吸うだけや、マスク。すごい浸透圧、浸透力はいいよね。あ、マスクももうこれで新しいの買わなきゃいけない。大丈夫だよ、それに買わなきゃ使えるよ。それにもう結局もらったやつ、結局触り心地とかわかんなくて、もう一度つけさせてもらえばいいじゃねえか。外してよ。そして恥ずかしいっていう、そういう失敗。そのまま帰った方が恥ずかしいよ。まあでもそういうことがあった。バカですね。結構そういう失敗は多いです。細かい失敗です。それはどう切り替えたわけですか？この切り替えで教えてほしいと。例えば、落ち込み度によってなんですけど、はい、私がよく昔からおすすめだって言ってるのがあって、聞きたいし聞きたいし、はい、それは、はい、あの、ムツゴロウさんのモノマネがすごいおすすめで、はい、おー、その心は。そうなんですよ。それで、それは前から言ってんですけど、例えば、ムツゴロウさんは普通、はい、動物をよしょ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 、いやーしょしょしょって可愛がるじゃないですか。すごい可愛がってるじゃないですか。それは当たり前。それは日常です。はい、動物を可愛がるの。はい、それが、例えば、はい、ちょっと、あー、今日ちょっとだけ怒られちゃったっていう時には、例えばペットボトルとか、はい、こういう生きてないものを、はい、いやー、シャ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 、いやー、シャシャシャって可愛がるんですよ。そうそうそう。なんかちょっと、だんだんちょっと楽しくなってくるんですよ。よー、シャシャシャって可愛がる。なるほど。で、もっと落ち込んであって、あー、もう今日ちょっと結構落ち込んでるって時は、はい、こういう、
鼻かんだティッシュとか、はい、そういうのをよーしよ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 しって可愛がると、うん、なんか楽しくなってくるね。何やってんだろうって思う感じ。そうだね、今全員が何やってんだろうって感じ。そうだよ、でもそうしている自分がだんだんなんかアホらしくなってくる、その失敗も。アホらしくなってきて、だから変な話、もうなんかもうすごい落ち込んだ時はもうゴミ箱からゴミを出して、うん、もう鼻かんだ汚いティッシュとか、はい、まあそういうものでいいです、もう本当に。それをよーしよしよし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 よしよーしよし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 よ毒には毒を持ってセンスですよ。つまりですね、自分の失敗があまりにも ね失敗したけども、それ以上の自分のダメさをこうやることで帳消しにすると。そんなことないじゃん、楽しくなるわけです。せっかく俺言ってんだけどな、楽しんでもなんとか無理くり頑張ったぞ。いやいや、今頑張ったよ、やってくれてて、今すごい頑張った岩田くん。はい、何でしょうか。まあでもそういうことでいいです。ありがとうございます。そういう風にして、ありがとうございます。わかりました。皆さんやっていただいて、頑張って真似してみようね。よろしくお願いします。次行こう。はい。次こちらでございます。ラジオネームは DD さんでございます、ね。ありがとうございます。みつおさん、さおこさん、金田ともさん、こんばんは。こんばんは。金田さんがゲストにいらっしゃるということで質問です。はい、金田さんは好きな匂いは使い始めのクーラーの匂いとか、雨の日の、市営地下鉄とか、とても変わった匂いがお好きということですが、うん、はい、これって具体的にはどんな匂いなんでしょうか、教えてください。三尾さん、さまこさんの好きな匂いも知りたいです、ぜひ教えてくださいというわけなんですけど、そんなことを君はのたまってるわけですね。そう、これは、結構私好きなんですよ、ね、なるほど。で、はい、でもね、なんかちょっとなんつうのかな、なんだろう、もしかしてこれ、もしかして私結構臭い匂いが嫌いじゃないんじゃないかって最近。そうね、これさ、使い始めのクーラーっていうのは、う、あの新品のクーラーじゃないってことだよね。カビ臭いんだよ。そう、あ、そうです、そうなんですよ。 それで、うんうんうん、あのそのちょっとね、汚い話をちょっとしちゃうと、今もう大丈夫です。今下の方見た瞬間に、ね、あ、足の裏のその辺かなっていうのはもう覚悟はできてます。大丈夫ですよ。いや、お靴さんはもちろん嗅ぎますけど、はい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 、あのなんかこう爪にちょっと足の爪にたまに黒いのあったりするじゃん。あるね。わかります。わかるわかる。それをやっぱ汚いから取るじゃない、はい、それ必ず嗅いじゃったりするんですなんか嫌いじゃないんですよ、なんか臭いですよ、臭い、うん、で臭いけど臭い可愛いみたいな臭い可愛い匂いがするんですよ。なんか臭いけど愛らしいみたいな、臭いの香りというか、臭いんだけど愛らしいんですよ。なんかこいつでも生きてんのかみたいな。なるほど、そっち方面なんですね。そうね、草かわいい匂い。金とも、わかる、わかります、わかるでしょ、わかるでしょ。俺もね、そういうとこなんだよ。そうなの。このさ、爪、まあ、これが足の親指だするよ、こういうとこだろ。そう、このクリッとなってる、そこに溜まる感じの、そう、まあ、あとへそのごまとかな。へそのごまはね、でも私かけたことないんだよね。今ね、ごまを取るべきか取らないべきかをいろんな人に聞いて。お腹痛くなるって言いません？取ってみ。やだやだ、怖い怖い。大丈夫じゃん。あれね、取り方教えてある。お風呂入った時にふやけた状態でちょっとやるとプロッと取れるから、それ嗅いでごらん。同じ匂いがするぞ同じ匂いが。あとね、ついね、おならとかしちゃうじゃん。はいはいはい。で、おならとかした時に、うん、こうプッておならしちゃうでしょ、はいはい、そうそう、必ずその椅子を嗅ぐ、あ、椅子を嗅ぐんだ、どうでしょう、椅子を嗅ぐんだ、一応どんな匂いするかチェックすると、あとお風呂に入ってる時に、はい、お風呂でおならしちゃった時も、うん、こうプクプクプクっていう泡の前に鼻をつけて匂いを来るぜ来るぜって時にあー、やっぱりおならだっていうそういうおさら、わかる、そういうの変えちゃうの、どうしても変えてしまう。俺そこまでの玄人じゃないけど、さすがに、うん、あの上がってくるね、はい、泡をパーンした瞬間にっていうのはきついから、変えてみてください、やっぱり確認して。でも俺はパーンなったところにスーッて寄ってくる、スーッて寄ってこう嗅ぐことはある、ね、臭いかどうかをね確認してしまうっていう習性があるみたいで、自分体調管理的な意味、あ、うん、そういうことではなくて、ただ臭いか、だから前井の頭公園に、はい、あのその
安村くんと今ラジオやっててさ、結構前なんだけど、井の頭公園にあの運気を上げようって言って、運気かと思ってびっくりした、そう運気を上げようって言ってはいはい、はい、あの井の頭公園に行ったことあったね、はいはい、そしたらなんか雨が降ってて、なんかすごいなんかド道路とかが結構あの土とかがべちょべちょだったの、はいはい、そしたらド道路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 っていうか、あのド道路道路っていうか土道路ね、道路とか、うん、あと土もあるじゃん、はい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 、ですごいなんかすごいベトベトしてませんっていう風に言ったら、はいはいはい、そうって言って、なんかすごい足にくっつくみたいなこと言ってたら、どうやら私はうんちを踏んじゃってたらしいんですよ。でうんちをあげに行ったのにうんちを踏んじゃって、なんでやだとか言って、その、この取るじゃないですか、一応その靴についちゃったうんちを、それで何回もこう匂いを嗅いで、もう臭くないかって、もうそこまで匂い嗅いだら大丈夫ですって言われてるんだけど、何回ももう匂い臭くないかっていうのを確認して、いて、それでなんかその何回も確認しちゃう傾向があるらしくて、それでその後じゃあお昼食べましょうって言って、なんかここすっごいなんかこの店うんち臭くないですかってなんか言ってて、そしたらハンバーガーを食べたら、ハンバーガー食うなよそこでよそしたらハンバーガー屋さんだったの、そしたら鼻にうんちがくっついてしかもハンバーガー食べちゃったっていう、お前さ、そういうことがあった。確認が近づいたんだね。そうね、確認が近づい、確認が近づい、しすぎてしまって、違う、しすぎんのはいいんだよ、近すぎたんだよ、近くで確認しちゃうの私は。反省しよう。あとごめんな、俺さっきさ、ね、運気の話でうんちかよって先俺ネタ殺ししたからね。いや全然、でも本当にうんちだった、申し訳ないね。そうなんですよ、だからそういうことがあったから気をつけようと思いながらやってしまうっていう。なるほど。でもね、匂いはわかんだ、結構臭い匂いって気になったりするんだよね。気になっちゃう、確認しちゃうっていう、臭いかどうかを確認っていうのをしてしまうらしい。でもね、結構多いと思う、それ結構それはね、多いと思うよ。どういう匂い好きですか？どういう匂い、あ、こういう臭いもの系ですか？そう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 、いい匂い好きなのに私あの、白桃の匂いが好きです。桃のフレッシュピーチって言うんですか？なんかあの甘い方じゃなくてちょっとこう酸っぱいけど桃の匂いがすごい好き。私はあの桃の匂いを嗅いだ時に鼻にあの毛がつく、すごい、スリスリってなります。あれ痛いぞ、痒くなる感じ。いやそれがなんかやめろよみたいな感じで、なんでも可愛いんですね。お前バカお前何言ってんの、お前やめろよ、何チクチクチク刺さってんのみたいな感じのがすごい好き。バカですね。そういう方に気がいい、気がいいちゃうね、俺結構匂いはね、何好きですか？俺は今あの例えば香水とかも使ってるんで、お、それはなぜかノネナール出てんだよ。あれがカレー臭、カレー臭、臭い、あ、いやまだわかんないんだけど、枕がやばいらしいですよ。それさ、それを妻に言われてから、もうつけなきゃと思ってね。妻に言われた、妻じゃねえ、妻だよお前、お前も妻だろお前妻に癖よめって言われて、まあもっと言うと相川にね、そうそうそう、相川に言われて、あのさ、あんた臭いよって言われて、枕にはのねってるのねってるって言われて、そうそうそう、何の香水使ってるんですか？あの言いますか、サンタマリアノベッラですね。どういう匂いなんだろう。イタリアのブランドなんだけど、サンタマリアノベッラの、ムスクっぽい感じじゃないですか？いやいや、ムスク大嫌いなの。いわゆるちょっと樹皮系と、あとはシトラス系のミックスされたような、そのバーベナっていうやつ、今もつけてるんですか？つけてない。あ、今つけてない、ね、今冬だからそんな汗かかないから。あ、そうかそうか、夏つけるんだ。夏ちょっとちょ、汗っぽくなってきて、ちょっと配慮しなきゃなって時には、なんかついなんか書いたりした後も匂い嗅いじゃうの、ね、ちょっと待って、今さ、せっかく乙女が喜びそうな香水の匂いのね、香水ネタ売ってるのにもうすぐ飽きたよなお前な、すぐ飽きただろ、全然興味なかったよな、それよりも自分の書いたところの匂いの方が気になったよな。頼むよ、お前ちょっと戻すけど、香水とかどうなんですか？香水とかつけない、威張られちゃいました、もうぶった切り。あ、でも好きなのあるよ、好きなの。あんの？なんかね、あのね、誰でも大好きっていう柑橘系は嫌いな人いないって言われたから、一応その柑橘系は持ってる、そう持ってる、そう持ってるなんで2回聞いたんだろう。けどあんまつけないけど持ってる。あ、そう、トイレから出た後つけるようにしてるね、なんかそういう用途じゃないですからね。でも、コースタイルに置いてるのから、ピッピッつって。ああ、
なるほどね。でも嫌いじゃないよ香水、うん、じゃあなんで乗ってきてくんなかったの今俺せっかく言ったの。でもどんなの匂いかよくわかんない。どういう、もうごめんなさいこの話終わりです。何つけてるの。私今こうフレッシュピーチ系の、ね、ピーチ系、あ、ピーチ、やっぱピーチ好きなのね。なんか僕寂しくなっちゃったんだね。じゃあもうちょいメール行こうかな。なんかすごい僕なんか取り残されてる。大丈夫大丈夫。はい、こちらおめえに言われたくねえんだよ。ね、こちらですね、ラジオネームハイニューさんでございますね。はい、みそさん、さおかさん、金田智さん、こんばんは。金田さんがゲストにということで、未知への楽しさで胸がいっぱいでございます。楽しんでいただいてるんですかね。うん、さて、金田さんの声で言えば、うん、普通の人間では聞き取れない超音波的なものが含まれていると聞いたことがあります。金田さんは動物に話しかけたりすると、動物はどんなリアクションをするのでしょうか。金田さんは動物には好かれますか。みそさん、さおかさん、金田智さんの中で一番、動物に好かれるのはどなたでしょうかと。あのね、はい、動物に好かれる動物と嫌われる動物と多分あるのか、そうですか、わかんないんだけど、できればそれを1、2分でまとめていただけるとあの ね, あね、前 ね,、はい、あのね、韓国に行った時に、はい、吠えない、あ、そう、吠えないいつもおとなしい犬がいますって言われて、それで、あのおとなしいワンちゃんをあの私が仲良くしたかったから寄ってったら、はい、ワン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 って吠えられたの。そう、それで、あ、すいませんねって言って、あのいつも吠えないんでしょ、おとなしくていい子なんでしょって言われて、それで私がでも番組中を抱っこするっていうので抱っこしたんですよ、はい、そしたらブル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 って脱粉しちゃったんですよ。そういうことがあったんで、なんか喜びのうんちなのか驚きのうんちなのか何のうんちなのかわからないんだけど、確実に言うんだことはね、ちょっとのせいじゃないですか。わかんない、お前喋ったのちゃんと喋った。それでテレビとかから声聞こえて、それは友達とかからよく聞くんだけど、テレビとかからこう聞こえてる私の声を聞いて鳥が暴れ出したとかそういう情報を得てるね。なんのどういう気持ちなのかはちょっとそこまではわからないっていう、ね、喜びなのかパニックなのかわからないっていう。さあ、というわけでね、ちょっと一旦ここでですね、締めさせてもらっていいですか。はい、もうね、そんな話でも6分もうあともう56分まで行ってしまったんだよね。ね、本当に金田さん、はい、中途半端ですけど今日は本当ありがとうね。ありがとう。まあ、まだ開けてからもね喋るけど、はい、とりあえずここでちょっと締めさせてもらいますけれども、はい、ね、ありがとう、どうもありがとうございました。みつおとさおかのミルクとお砂糖は、さあ、というわけでお送りしてまいりました、みつおとさおかとミルクとお砂糖までございますけど、はい、あっという間にエンディングの時間でございます。番組で引き続きお便り募集しております。お待ちしております。はい、はい、というわけで、アドレスはですね、はたお101 @ e-koi.jp です。どしどしお寄せください。またツイッターのハッシュタグは、シャープはたお101、ぜひこちらをつけて実況してみてください。というわけでね、もう2週にわたってね、金友とずっとやってきたけど、どうよ金友。じゃねえよ。今もういいですか。いいですよ。要はもう多分話がねちょっと足りなかったですね、うん、そうね、あと1分しかないけどね、尽きないですよね。間に合えばいいけどね、話が、でも話がいや、でも尽きないね、ほんとに。後回りした、後回りした、後回りした、後回りじゃない、あっという間でした、後回りじゃない、後回り、落ち着け、もうあと40秒でこの番組終わるんだから。そうや、でも、まあ、でも楽しかったです。楽しかったけど、頼みなかったです。足りなかったか。はい、もうちょっと貯めてたかった。ぜひ、うちの事務所なんでね、はい、あのいくらでもね、また呼べると思いますんで、はい、また来ていただいてですね、いい後輩だね。さあ、ありがとうございます。はい、これからも先輩よろしくお願いします。頑張れよ。どういうことだよ、おいマネージャー頑張れよ頑張ります、はい、さあ、というわけでね、そろそろ閉店のお時間でございます。みつおとさわこのミルクとお砂糖は、お相手は岩田みつおと畑さわこと蟹田智子でした。はい、またのお越しをお待ちしております。揃えろまだ